文化放送矢吹奈子のレコメン。皆さんこんばんは、矢吹奈子です。毎週水曜日のレコメンは私矢吹奈子が担当しています。今週もよろしくお願いします。先週の12時台でですね、インコの匂いの話になって、私セキセイインコを飼ってるんですけど、そのセキセイインコの匂いを例えるとしたら、ほんとマックのポテトが入ったあの紙袋の匂いって言ったんですけど、あんまこう共感してもらえなかったっぽいんですよね。っていうか、まずインコの匂いやっぱそんなね、わかんない方もいると思うからなのか、すごいなわけないでしょうみたいなコメントが結構来てたんですけど、実際にマックに行ってポテトが入った袋嗅いだ方いるのかな、どうなんだ。ちょっとそれがインコの、セキセイインコの匂いなんで、ちょっと一回インコを想像しながら嗅いでほしい。ちょっとね、びっくりですよね、多分。なんか、あ、マック買ってきたって言ってる人いるわ。セマルシカさん？あ、お持ち帰りじゃないから袋が、袋嗅がないと、持ち帰らないと。それか袋もらって一回入れて、それを嗅いでみる。でもめっちゃね、なんか表せないんだよな、なんかこうインコの匂いって。え、犬とかって多分犬っていう匂いすると思うんですよ、わかんないけど、犬らしい匂いというか。でもインコってなんか香ばしい匂いがするんですよ。なんかわかんないけど、飛んでるイメージから爽やかな匂いがしそうじゃないですか。なんか、あ、そんなこともない。でも食べるものもほんと穀物っていうんですか、なんかあの餌、ほんとゴマみたいな餌だから、匂いね、なんかどんな感じって思うと思うんですけど、めっちゃポテトの匂いなんですよ、マックの。犬の肉球はポップコーンの匂いって言うんですか。そうなんだ。え、塩ですか。だってポップコーンにもさ、キャラメルはやばいか、なんかちょっと甘すぎるから。だってポップコーン結構今いろんな種類ありません。この間映画館行ったら、なんか、なんだったっけ、あの、トリュフ？トリュフの香る、トリュフ風味みたいな、やつとかあって、なんだこれってなりましたね。ちょっとその時はご飯行くってあったから食べなかったけど、気になる。まさかトリュフじゃないもんね。塩かな、ポップコーン。へぇー。そうなんだ、面白いですね。いろんな動物、いろんな匂い、食べ物の匂いがするのかな、なんか。でもそう、インコはマックのポテトが入った袋の匂いなんです。ぜひね、ちょっと試してみてほしいなと思うし、共感する方、インコ飼ってたり、その友達の家でも飼いたことあって共感する方いたら、ぜひ教えてほしいなっていうふうに思います。そして先週末は TGC 北九州に出演しました。いや、本当なんかいろんな大好きな人たちに会えてね、すごい嬉しい時間だなと思いましたし、一周のみんなもとも写真撮ったりして、レコメン以来に会ったかな多分。だからなんか嬉しかったです。なんかみんながすっごい、なんかなんだろう、先輩なはずなんだけど、みんな身長も高いし、なんか私が間に入るとすごい後輩の気分になるというか、なんか妹気分になっちゃうんだよな、なんかわかんないけど。でもステージ前に頑張ってねっていう風に言えたから、すごい良かったなっていう風に思いましたし、これからのね、成長にも期待しています。ということで、ここでですね、来週のレコメンに関するお知らせです。来週は大事な大事なスペシャルウィークです。各曜日さまざまなゲストや企画をお届けしていきます。まずは月曜日、駒木根キータのレコメンは、駒木根キータ×ミルク吉田仁と宇宙最速ハロウィンパーティー。さて、来週な、何日だ、うん、めっちゃ早い。めっちゃ早いハロウィンパーティーですね。月曜日と木曜日、2つのレコメンが開催する合同ハロウィンパーティー、2人が仮装でお届けするスペシャルラジオです。さらにドラマ天狗の台所シーズン2から、越山啓達さんとの対談もオンエア。ここだけのコラボトークもお聞き逃しなく。続いて、火曜日、花子秋山ひろきのレコメンは、花子秋山サルゴリララブレターズがキングオブコント2024を語り尽くす。最高。
キングオブコント2023王者のサルゴリラさん、キングオブコント2024王者ラブレターズさんをお迎えして、今年のキングオブコントをどこよりも丁寧に振り返ります。熱い、激熱、絶対聞きますね。そして木曜日、ミルク吉田仁とのレコメンはミルクが全員集合スペシャル。今年11月にグループ結成10周年を迎えるミルクが、10周年を目前に普段言えなかったことを出しまくるスペシャル回をお届けします。こちらもお楽しみに。そして水曜日、矢吹奈子のレコメンはおいでやす小田さん、キャンディーチューンとオータムフェスティバルスペシャルいいですね水曜日は〇〇の秋を楽しむ3時間となっております。まず10時台はラビットでもお世話になっているおいでやす小田さんと学びの秋、近所のおもろお姉さんになるために小田さんからいろいろ学びたいと思います。そして11時台はアイドルグループキャンディーチューンとハロウィンの秋、一緒にハロウィンを楽しみます。そして12時台は食欲の秋、私が語彙力を生かした表現豊かな食レポにチャレンジします。うん、いいですね、いろんな秋を楽しめるということで、11時台ハロウィンパーティーだし仮装するって書いてあるけど、これはキャンディーチューンのみんなもやってくれるんだったらみんなでなんかやりたいですね。あ、そっか、曲はゾンビに関わってるから、なんだろう、みんなゾンビ可愛くないなでも可愛いゾンビもいるかもしれないから、なんかつけるだけでもね、なんかやったらすごいテンション上がりそうだからやりたいですね。はい、ぜひね、皆さん来週のスペシャルウィークも楽しみにしていてください。それでは今夜も始めていきましょう。矢吹奈子のレコメン。文化放送レコメン。この時間は文化放送をキーステーションに、秋田放送、ラジオ福島、北日本放送、静岡放送、KBS 京都、ラジオ関西、南海放送の皆様に向けてお送りしています。今夜のメールテーマはこれって私だけ？ちょっとね、先ほどもお話ししたんですけど、先週の放送でインコの匂いはポテトが入った紙袋の匂いと似てるっていう話をしたんですけど、あまり共感を得られなかったということで、皆さんのこれって私だけ？って思ってることぜひ教えてください。もう他にだとなんだろうな、あ、でもその前に話したその信号めっちゃ急いでる時に進行で一歩目がすぐ出ないみたいな、一瞬こうグッて後ろに行くみたいなやつ、もう誰も共感、あ、誰もではなかったけど、その全然共感を得られなかったから、これって私だけってなったし、何があるかな、これって私だけ、何があるかな、なんだ、何でしたっけ、さっき話したことさっき何話してました私。あー、なんかさ、最近すごいなんか心配性なのか何なのかわかんないんですけど、お家を出てなんか人とすれ違う時になんか視線感じるなって思うことがよくあって、なんかそれがなんかその視線感じるが、私って矢吹奈子ってバレてる、なんか顔さしたかなとか、そっちのじゃなくて、なんか自分ちゃんと服着てるかなっていう心配になっちゃって、なんか絶対に自分で見て確認して絶対に服を着てるって分かってんのに、脳ではなんかすごい不安になるんですよ、何か忘れてないかなみたいな、スカートなんか履いてなかった、いや見えてるのにね、なんかすっごい不安になることがあって、ねえ、なんかそういう人って他にもいるのかなあんま、そのさっき裏で話した時は誰にも、みたいな、すごい聞いた感じで聞かれましたけども、これって私だけなんでしょうかね。もうこんな感じで何でもいいので、ぜひ、感じ、そういう、なんかこれって私だけって思うことあったら教えてください。そして11時台にはゲストが登場します。ニアリーイコールジョイ。アイドルグループニアリーイコールジョイから
市原あゆみさん、小沢あいみちゃんがスタジオに来てくれます。前回ね、お猿の障子のモノマネを披露してくれたあいみちゃんと、初登場のあゆみちゃん、ちょっとね、名前がね似てるから後で呼び方決めたいなっていう風に思ってます。ぜひね、2人に関する情報や質問メール、今日リリースした新曲の感想もお待ちしています。そして11時30分頃からはモデルの生見めるさんがパーソナリティを務めるめるるのハッピースルーム、0時5分頃からはキング&プリンス永瀬廉のレディオガーデンもあります。さらに0時台には生き物係のドラマティックサコッシュプレゼントと新曲のオンエアもあります。そちらもお楽しみに。テーマメール、番組を聞いて思ったこと、ツッコミ感想などメールもお待ちしています。メールアドレスはレコ@joqr.net、 レコ@joqr.net、 レコの綴りは RECO で全て小文字です。それでは矢吹奈子のレコメン、深夜1時までお付き合いください。ここで一曲、セブンティーンでラブマニーフェイム、フィーチャリング DJ キャレド。文化放送をキーステーションにお送りしている矢吹奈子のレコメン、今日も元気に生放送中。メールアドレスはecho@joqr.net、 ハッシュタグはカタカナでレコメンです。文化放送、矢吹奈子のレコメン。文化放送をキーステーションに生放送で、肉球？犬の肉球の匂いですか？ポテチ？味とかじゃなくて、物が違った。ポテチ？え？コンソメパンチの匂い？そんな匂いすんの？犬の足って。なんか、想像できない。食べちゃうじゃん、そんなの。コンソメパンチの匂いしたら、間違って食べちゃうんじゃない？なんか、なんだろう、動物ってそういう食べ物の匂いがするのかな。まあ、匂いでね、例えられるものが、まあ、食べ物が多いから、そうなってるだけかもだけど、みんな香ばしいのかな。あ、猫も、お日様の匂いとか。お日様の匂いを嗅いだことがないからちょっとわかんないけど。あー、ポカポカしてる感じ？あったかい感じ？はー。猫はそれどの部分なんだろう。全体？的になのかな。あ、背中。へえ、面白いな。いろんな動物じゃいろんな匂いするのか。まあ食べてるものも違いますもんね。なんですか？犬吸い、猫吸い。あ、吸うって書いて。リラクゼーション。あ、そういう意味も。私インコ吸ってます。インコ吸い。鳥吸い。超水なんだでも、なんかまああんま、その子にも、性格にもよるんですけど、私3羽飼ってて1匹のピッコロちゃんだけはお腹にチューを許してくれるんですよ。だからもう、ピッコロのお腹は吸ってますね、いつも。って。ちょっと口開いて、ほうみたいななんか、吸ってます。そこ、あんま匂いしないんだよな。なんか、突然香ってくる。なんて言ったらいいんだろう。なんかその、でも、誰かが頭皮って言ってましたよね。あ、そっか、ももなちゃんが言ってたやつを送ってくれたのか、リスナーさんが。そう、見合いの笠原ももなちゃんの、が、その、インコの頭皮の匂いが好きっていう風に言ってたみたいで、そう、めっちゃね、なんか、癖になる匂いなんですよね。なんか本当にインコ一回飼った人ってもうめっちゃもう鳥好きになるんですよ。だからなんかその中毒性がめっちゃある気がする。インコってそのやっぱ言葉を覚えたりするのもやっぱインコならではというか、他の動物ってあんまないじゃないですか、言葉を覚えて喋るとか。あ、そうですね、ゲイはやってくれるかもしれないけど、こんにちはって言ったりするのってなんかインコならではの何長所というか可愛いところだから、もう一回飼ってしまったらもう虜になっちゃいます。鳥だけに。あ、ちょっと言わなければよかった。はい。
ってことですね。最近のお話をじゃあしていこうかなーなんて思うんですけども初聞いてる人は大爆笑だっただろう。いや最近のお話というか、まあ普段結構休みの日とか、まあ早くお仕事が終わったり、逆に夜からだけだったりする時にお家の時間絶対なんか料理したいってなるんですよ。でここでもね何回か結構話してるのかな、料理についてはなんですけど、なんかその中でも今ハマってるなんかそのなんて言ったらいいんだろう、料理の種類みたいなものがあって、それがユッケなんですよ。でユッケってまあ、お肉、牛肉とか馬刺しとかのイメージがあると思うんですけど、その何でもユッケにしちゃおうと思って、てかそういう風に思ったきっかけも、自分がダイエットしてる時にこう TikTok とか、まあ、今は最近はもう TikTok で全部探すんですけど、そのダイエットレシピをね調べてた時に、見つけたのが水菜のユッケで、何ってなると思うんですけど、もう水菜をまあ洗って、まあ3、4、5センチ角ぐらいにこう切って、ちょっと幅広すぎた、結構2センチは大きいんですけど、まあ自分のね切り、食べたいぐらいの大きさでいいんですけど、食べやすいように切って、お皿に乗っけて、そこに、醤油と、これ私本当に目分量だから、どのくらいっていう風に言えないのがちょっと申し訳ないんですけど、醤油、ニンニク、すりおろしニンニク、あとコチュジャンを入れて、まずあと、ごま油だ。ごま油入れて、混ぜて、で、混ざったらその上に、韓国海苔をばらまいて、で、最後に黄身を乗っけて完成なんですけど、なんか、見た目的に、まあ、サラダっぽい感じだし、なんか、まあ、どんな味なんだろうみたいな。あ、でも味はちょっと想像つくのかな。なんか、でも見た目的にそんなめっちゃ美味しそうには見えないかもしれないんですけど、めっちゃそれが美味しくて。もう、本当に、なんか水菜ってちょっと苦いイメージあるじゃないですか。なんかサラダに入ってても、水菜だけなんかちょっと主張強いなみたいな思うことって多分あると思うんですけど、なんか、もう、それがね、逆に癖になるというか、ユッケにすることによって、まあ、黄身でまろやかになるのもあるのか、すごいね、なんか相性がめっちゃ良くて、もうそれは、なんだろう、ダイエットしてない時でもずっと食べちゃうぐらい、ハマってて、で、なんか、そこから、これって、この味付けだったら何でも美味しくなるんじゃないかなっていう風に思って、なんかいろいろやってみてるんですけど、その中でも私、えのきとキムチを入れた、えのきムチユッケ。これがめっちゃ今、来てて、今日も食べたんですけど、なんかまずえのきの端っこの部分切って、で、えのきは、まあ、2等分ぐらいにするんですね。で、ほぐして、お皿に入れて、で、ラップしてチンして、なんかまあ、しなしなになるまで、やったら、もうごま油と、ほんとそれ同じですね。醤油、ニンニク、かな？あ、コチュジャン。で、あとは、キムチ、ちょっとカットしてね、小さめに切ったキムチを入れて混ぜて、韓国海苔乗っけて、黄身乗せたらもう完成なんですよ。ほんとにほぼ一緒。キムチとも、あ、でもその、もやしは火通さなきゃだから火通すけどもって感じなんですけど、それがめちゃくちゃ美味しいんですよ。なんか、こう、まあ、塩分は取っちゃうけど、その、ダイエットしてる人って、鶏胸肉、ささみとか、ブロッコリーとか、そういうなんか味があんまないものって言ったらいいのかな。なんか結構パサパサした感じのものとか食べて、なんか飽きちゃうと思うんで、塩分は取るけど、それがいいってなる日だったら、ぜひね、やってみてほしいなっていうふうに思います。めっちゃ美味しいので。あ、他にも作ってみたい料理。いろいろあるんですけど、でも和食をあんまり自分で作ったことがなくて、なんか、
作れたらかっこいいんじゃないかなっていうふうに思います。なんか何作れたら、うわ彼女にしたいみたいな、お嫁さんにしたいみたいに思うのかめっちゃ気になる。あ、彼女とか奥さんに作ってもらいたい手料理聞きたいですね。和食は絶対入りますよね。でも和食ってさ、その家庭の味がそれぞれあるからさ、だって大体のお母さんは目分量でしょ、なんかもう勝手なイメージですけど、私のお母さんがそうだから。でもそうなるとさ、本当にみんな味違うし、うわぁめっちゃうまく作れたらでもかっこいいのかな。なんかそのどういうのがいいんだろうね。逆にだって和食じゃなくてオムライスとか言う人もいるかもしんないし、おつまみ系それもいいですね。おつまみ系ちゃちゃっとこう作って出せるみたいな、その冷蔵庫に残ったもので出しちゃうみたいなね、かっこいいですよね。ちょっとぜひ教えてほしいです。なんかお嫁さんにしたい料理何々間違えた、なんか変な言い方になって、なんだ、これ作れん、あ、彼女とか、奥さんに作ってもらいたい手料理、作ってくれたらテンション上がる手料理教えてください。ぜひ作れるようになりたい。やっぱいつも作るのって偏ってきちゃうからさ、できるようになったのばっか作ったりしちゃうから、ちょっと新開拓したいです。はい、ぜひ教えてください。ここで一曲を、我らがリオ先生ですね、生田絵梨花さんでかくれんぼ。この声、今日も元気に生放送中。メールアドレスはレコアットマーク JOQR.net、 ハッシュタグはカタカナでレコメンです。やぶきなこのレコメン。文化放送をキーステーションに生放送でお送りしているやぶきなこのレコメン。ここからはレコメン全曜日共通コーナーです。レコメンテレフォンショッキング。毎週一人の方と電話をつないで、その人の友達を紹介してもらうという企画です。前回はですね、イエナちゃんが推しのラジオネームネモネモさんでした。で、今回はそのネモネモさんのお友達、ラジオネームハッティさんと電話がつながってるみたいです。じゃあ早速呼んでみましょう。もしもーし。あ、もしもーし。ハッティさんですか？はい、そうです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ネモネモちゃんとは何つながりですか？あ、ダンスのスクールの友達です。おー、結構今ね、スクールの友達続いてるんですよ。お話聞いてます？全員お友達です。あ、そうなんだ。だってさ、100人以上 ?300? 何人だっけ、はい、何人ぐらいいるんだっけ、そこの。300人ぐらいでね、はい、すごいね、みんな友達だったんだ、はい、じゃあ。あ、そうです、すごい。今ね、年齢結構みんな違ったけど、おいくつですか？18歳です。18歳、学生さんかな、はい、あ、ダンス今やってて、通信の大学に行ってます、うんうん、あ、そうなんですね。はい。へー、バイトとかもじゃあ一緒にやったり？そうです、バイトもしてます。あ、そうなんですね。はい。今日は何してたんですか？今日はバイト行って、うん、家でダンスの練習してました。えらいね。それは何のダンスの練習なんですか？K-POP のダンスなんですけど、うん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 、スーパーノーバー、エスパの。おお。はい。スーパーノーバーか。そうです、そうです。それは今、スクールで習ってるやつなのかな？いや、なんか、スーパーノーバーがめっちゃ好きで、うんうん、全部踊れるようになりたいなと思って。あ、もうじゃあ自主練だ。はい、自分でやりたくて。はい。すごいんだって、スクールにも通っててさ、そこでも結構さ、はい、ダンス練習で大変だと思うのに、ほんと好きでやってるんだね。あ、はい、めっちゃダンス大好きです。うん。そのスクールのさ、友達とかは結構遊んだりするの？普段。あ、よく遊んでます。あ、そうなんだ。なんか最近やったこととかある？はい、流行ってることとか。最近流行ってることは、うん、なんか景色の綺麗なところで TikTok 撮ったりするやつです。おお、景色の綺麗なところ？はい。外？なんか、外なんですけど、うんうん、
そのスクールの近くにめっちゃ綺麗なところがたくさんあって、そことかでなんか映えるところとかでなんか動画撮ったりするのをめっちゃハマってます。いいね。映えるところが結構あるの？はい、その学校の近くにあるのかな？あ、いや、そのスクールの近くに、うん、横浜なんですけど、あ、横浜のなんか夜景とかめっちゃ綺麗で、レッスン終わりとか。じゃあ夜にちょっとおしゃれな感じでも撮れちゃうんだ。え、そうです。いいね。めっちゃいい。すごい、わぁ、なんだろ、流行ってることが、景色のいいところで TikTok を撮るってなんかいいね。なんか、現役って感じする。そうですか。なんか最近流行ってる TikTok って何があるんだろう。でも、なんか、最近だったら、でも私たちが、K-POP のダンスとかを、うん、ああ、そっか、カバーしてんのか。そうです、カバーして撮ったりとか。なんかチャレンジいっぱい出してるもんね、K-POP アイドルの方たち。そうです。だから、そういうのカバーしてるんだ。はい。なんかほんとめっちゃダンス好きなのが伝わってくる。うん。ハッティさんは、はい。その、TikTok 以外にはやってることとかってあるの？でも、今、その、ダンス習ってるのとは別で、うん、その日本で、その、今、あの、地下ドレしてて。あ、そうなんだ。そうなんですよ。すごいね。めっちゃ忙しくない？めっちゃ忙しい。そうだよね。はい。だって、そのグループもやってるってことだもんね。じゃあそのグループで曲もあるから、カバーだけじゃないだろうから。そうなんですよ。自分たちのグループのダンスもやるし、はい、スクールで習ってるのもやるし、自分でも練習するし、はい、TikTok もやるし、どんだけ踊ってんの？すごいね。そう。本当に、もう大好きで全部やってんのかな？本当に。そういうことだよね。めっちゃ楽しすぎてずっとやってます。いや、素敵ですね。で、絶対ね、それが絶対今後生きてくると思うから。ありがとう。応援してます、めちゃくちゃ。ありがとうございます。ちょっとみんなに聞いてることなんですけど、はい。ハッティさんの推し、聞いてもいいですか？キスオブライフの、ナッティさんです。うん、ああ、ナッティ。はい。お、どういうきっかけで好きになったんですか？そもそもなんか曲とかめっちゃ聴いてて、キスオブライフの。で、なんか最初は箱推しって感じだったんですけど、ナッティのなんか踊り方にめっちゃ惹かれて。あ、そうなんだ。やっぱダンス見るんだね。声。そうです。うん、うん。ダンスめっちゃ見ます。いや、そう、声もね、めっちゃ素敵だよね。ちょっと特徴はあるというか、はい、他のグループのさ、声質とさ、キスオブライフのなんか声質ってちょっと違うよね。はい、全然違う。なんかもう、好きな、なんか、一番好きな部分はどこですか？ダンス？なんか、喋り方？おー、珍しいね。あんま推し聞いて喋り方が好きっていうの聞いたことなかった。で、なんか、喋り方がめっちゃ、その、なんか雰囲気に合った喋り方してるっていうか。あー、でもなんかわかるかもしれない。なんか、かっこいい。あ、かっこいい。でもなんかちょっと、妹っぽさもない？なんか。そう、なんか。めっちゃ愛嬌ある喋り方するよね。めっちゃ愛嬌ある。かっこいいのに、愛嬌ある。めっちゃわかります。なんか最近、リムジンサービスっていう、の、イムジンさんっていうアーティストの方がやってる、はい、何？音楽の YouTube チャンネルで出てて、はいはいはい、もうめっちゃ良かったから皆さんにもね、見てもらいたいよね。見てもらいたい。なんか私まで一緒にお尻を語ってるみたいになっちゃったけど、めっちゃもう共感です。ですよね。じゃあ、ナッティさんみたいになりたいんだね、はい。なりたいです。めっちゃ応援してます。ありがとうございます。うん、じゃあ最後に、次のお友達紹介してもらいたいんですけど、はい、今探してくれてるのかな？はい、探したの。次は誰になるのか、楽しみにしてますね。はい、ありがとうございます。ハッティさん、電話してくれてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ね、ダンス本当大変だと思うけど、頑張ってください。応援してます。はい、ありがとうございます、うん。ぜひこれからもレコメン聞いてください。またねー、はい。バイバイ。ありがとうございました。はい。
いやー、なんか声からすごい可愛いそうな感じ、なんだろう、ほわーんってした感じの空気感が伝わってきて、すっごい可愛かったです。ということで、以上レコメンテレフォンショッキングでした。ここで一曲、文化放送プラスチューンです。キング&プリンスでワウ。文化放送矢吹奈々のレコメン。メールアドレスはレコアットマーク JOQR.net、 ハッシュタグはカタカナでレコメンです。文化放送をキーステーションにお送りしている矢吹奈子のレコメン、今日も元気に生放送中。文化放送をキーステーションにお届けしている矢吹奈子のレコメン。ここから皆さんから届いたメールの前にX 読んでいきたいと思います。ああ、彼女に作ってほしい料理ね。あーわー、ドーナツさん、ありがとうございます。お味噌汁と卵焼きがいいな。やっぱ、和ですね。でもさ、この卵焼きが一番むずいのよ。なんかむずいっていうのも、その、作るのがとかじゃなくて、味が、その、好みの味がありすぎる。レパートリーがありすぎて、もうしょっぱいのがいい人もいれば、甘いのが好きな人もいれば、醤油を入れる人もいるし、ネギとか、そういう何、他のね、具材入れる人もいたりするし、わかんないな。私はもう砂糖しか入れない人だから、か、もうだし巻きってなったらまあ、白だしとか、入れるけど、人によって違うからね。続きまして、ヒルドブラックさん。わしがお嫁さんに作ってほしいのはカレーと茶碗蒸し。ほう、カレーね。カレーはスパイスからじゃなくていいですか？あの、さすがに何ルーの何なんて言ったんだろう、粉か固形ルー使っていいですか？それでいいんだったらね、全然作る。茶碗蒸しか。なんか他にも結構茶碗蒸しの方いたんだよな。あとソルさん、ポテトサラダ好きだからいろんなアレンジ聞かせた、かっこその人の家庭で作ってるポテサラ食べてみたいな。リンゴとか入れてる家もありますよね。あー、私の家めっちゃ無難かもしんない。きゅうり、人参、玉ねぎぐらいしか入ってないな。リンゴ入れる人いるんだ。もう食べたことないな。あ、メールでも、ラジオネームケンチマンダーさん、ありがとうございます。あ、さっきもなんか読んだね。僕は肉じゃが作ってくれたらめっちゃ嬉しいです。いっぱいおかわりしたいです。かわいい。肉じゃがね、肉じゃがやっぱ作れるようになりたいな。やっぱど定番なのかな。あ、肉じゃがが一番多い。あー、やっぱそうなんだね。肉じゃがってそんな家庭で違うとかないですっけ？普通にじゃがいも、人参、白滝、お肉、肉じゃが、そんぐらい？ごぼう？あ、さやえんどう。あー、色味的にね。作れるようになろう。ちょっと来週やろうかな。続きまして、ラジオネームヒカルさん、ありがとうございます。なこちゃん、こんばんは。こんばんは。参考のためになこちゃんが今作ることができる一番難しいと思われる料理を教えてください。難しい？自分で作れるやつでね。でも揚げ物、なんか揚げ物はそのどのタイミングで入れたらいいのかとか、あと衣のつけ方によってめっちゃなんかいっぱいつけちゃってなんかあんま美味しくなくなっちゃったとか、結構難しいかも。だって色はめっちゃいい色してるのに、何揚げて切ってみたら全然火通ってないじゃんみたいなこととかってあったりするから、揚げ物難しいかもな。でもできるようになったらいいですよね。そう、でも唐揚げやっぱうまく作れるようになりたいな。まだまだなんで。やっぱりあと肉じゃがね。はい。じゃあ続いてテーマメールに行きたいと思います。今夜のテーマはこれって私だけ？
危ない危ない。息が合わないところだった私の、あれで。早速、紹介したいと思います。滋賀県ラジオネーム、ナコドラゴンズさん、ありがとうございます。ナコちゃん、こんばんは、こんばんは。自転車のサドルを高くしてれば、高くしてるほどかっこいいと思ってます。これって僕だけですか？え、でもさ、これさ、普通のさ、自転車じゃなくて何？カゴがついて、前にカゴがついてないやつで結構高い、なんかもう、エティバイク？それがわかん、あ、シティバイク？あ、それがあんまわかんなくて、なんか、ほんと、ハンドルよりお尻の方が高いみたいな、わかります？なんか、手がこう下になって、やってる人いるよね。でも女子があれやってたら結構、びっくりしない。あ、でも、結構サイクリング女子さあやるのかな。でも私がやってたらちょっとびっくりじゃないかっこいいかな。あ、でも新しい自転車買ったけどカゴ付きだな。それもカゴ付きだな。サドル高いと足つかないからさ、結構なんかその妹が乗ってる時に妹の方が身長高いから結構上げられることあって、私本当に危ない時あるもんね、それで乗っていくと。うん、そう、一瞬使ったりするとね。いやー、だから私は結構高くはしないからでもかっこいいって思ってる人他にも結構いそう。うん、僕だけじゃないです多分、続いてラジオネームない方ですね。こんばんは、なこちゃん、ありがとうございます。2週間前からドラマで知って推しになりました。ありがとうございます。遅ればせながら遅ればせながら今、アイズワンの動画漁ってます。ありがとうございます。これって私だけって考えましたが、テレビのリモコンをピッピと呼んでます。友達の家に行ってピッピどこ？と思わず言った時恥ずかしくなりました。これないんじゃない？ピッピー？あ、ピッピーって押すから？ピッピー？あー、でもなんかそういうの結構ありそうだよな。あー、でも、ピッピーはないな。名前だもん、もう、もはや。いいね。新しい。家具に名前をつけちゃう？家具ね、まあでも、リモコンだけか。でもテレビのピー取って。とか言うときはあるよね。ピッピじゃないけどテレビのピンって言っちゃうときあるかも。昔、最近はもう言わなくなったけど、なんかみんなピって呼んでたあ、ちょっと似てるかも。続きまして、宮城県ラジオネームおみくじあたりさん、ありがとうございます。なこちゃん、こんばんは、こんばんは。私は芸人さんのコントで飛んでる表情や、ドラマの悪役の演技が好きです。普段とは違う世界に入りきっているのがすごいと思います。これって私だけ？どういうことだ？いっぱいいるんじゃないですかね。あ、でも悪役の演技が好きっていうのが珍しいのかな。いやー、でも、それが好きって人意外といるんじゃないかな。なんかギャップというか、普段を知ってる人だったら余計、なんか、悪役の見れたら嬉しいみたいなね。結構ありそう。結構いろいろありますね。面白い。ぜひね、共感する方がいたら、ハッシュタグレコメンでも教えてもらいたいですし、まだまだ、これって私だけ募集中ですので、ぜひ思い浮かんだら送ってください。引き続き、メールやハッシュタグでのコメントお待ちしています。メールアドレスは、neko@joqr.net。 文化放送をキーステーションにお送りしている矢吹奈子のレコメン。今日も元気に生放送中。文化放送をキーステーションに生放送中の矢吹奈子のレコメン。メールが来てるので読みたいと思います。ラジオネーム、すけしげさん、ありがとうございます。僕は甘い卵焼きにマヨネーズたっぷりつけて食べるのが好きです。なこちゃんは何つけますか？卵焼きに何かつけたことがないかもしれない。普通に甘い卵焼きだから何もつけない。お弁当だと、ケチャップか。
あ、でも甘いのだったらいらないもんな。甘くない場合は確かに。ケチャップとか。あとは、あの、大根？大根おろし？それは何についてくる？なんか、居酒屋とかで頼むとたまについてきますよね。あれはだし巻き？だし巻きだと、そっか、ついてくるのか。でもな、何にもかけないかも。だし巻きでも、何にもつけないです。うん。続きまして。高知県、ラジオネーム、ハックン、ありがとうございます。卵焼きについて話されてましたが、僕のお母さんは、めんつゆを卵焼きによく入れてます。しょっぱさを、しょっぱさを絶妙に引き出してくれるので、とっても美味しいです。めんつゆか。どっちかというと、ちょっとだし巻きっぽい感じになるのかな。味、どんな、いろいろあるな。でも何か中に入れるってなったら、明太チーズが一番いいかな。卵。ネギとかよりも、明太チーズかな。2回言っちゃった。卵焼きは作れるけど、家にあの卵焼き用のフライパンがなくて、普通の丸いフライパンで作るから結構難しくて、ちょっと憧れです、あの四角いフライパン。なんかあれで作ってみたいなっていう夢がありますよね。うん。お、X の方で、たっくんありがとうございます。家電に名前つける人いるけど、なこちゃんは本当にいるの？え、本当にいたんだ。何もつけたことないかな。なんですか？持ち物？持ち物に名前？どういうことですか？ぬいぐるみ？ないな。現実的だもんなって。すごいなんか冷めた感じで言われちゃった。やだ、悲しいな。逆にあります？みんなさん。あ、ない？え、あります？作家さん。あ、めっちゃあるみたい。私だけだったって下向いてる。ちなみに何ですか？何に？枕とか。枕？枕は何て言うんですか？ちょっと恥ずかしいな。いや、言ってくださいよ。枕。枕は何て呼んでるんですか？ポカポちゃんで。ポカポちゃん。絶妙。ちゃんと名前つけてる。あ、かわいい。いや、ちょっと気になりすぎるんですけど。この後はですね、今夜のゲスト、アイドルグループ、ニアリーイコールジョイから、市原あゆみちゃん、小沢あゆみちゃんがスタジオに登場します。二人にもちょっといろいろ聞きたいと思います。時刻は間もなく11時です。